はい、皆さんこんにちは。私ペペリアと申します。よろしくお願いいたします。いきなりですけれども皆さん、ありがとうございます。本日はですね、私にとってですね1年に一度の集大成、品評会があったんですけれども、私初めてですね品評会で親の部一席をですね、いただきました。本当にありがとうございます。もう超嬉しいですね。もうめちゃめちゃ嬉しいです。興奮冷めやらぬというところなんですけれども、まあ今喋ってるのはですね11月の13日の日曜日ということで、本日ですね私が所属している関東再臨会のですね品評会が行われて、その後にちょっと撮っているというような感じですね。まあ改めてですね審査員の方、合係の方、そして出品された会員の方々、見学に来てくださった皆様、まあ改めて、お疲れ様でございました。ありがとうございました。そんなわけでですね今ご覧いただいているのは出陣前ですね。今日の朝に、搭載の魚、この魚5匹で行こうということで取った、魚ですね。でですね私の方は、今日の品評会のダイジェスト版ということで、3つの部があるんですけどね、親の部、2歳の部、搭載の部、この、3つの1位から5位、1席から5席のダイジェスト版というのをアップしていきたいなというふうに思っております。で、完全版に関してはですね関東再臨会の公式の YouTube チャンネルというのがありますので、そちらの方をご覧いただければというふうに思っております。概要欄にですねリンク貼っときますので、ぜひこちらの方もご覧ください。ちなみにこのチャンネルはこれから金魚を始めたい方、金魚を飼い始めたばかりの方、それからもうちょっと掘り下げた、金魚のお話とか、私が大好きな関東アズマの動画、を配信しておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけると嬉しいです。はい、ということで、親の部からですね改めて1位から5位のダイジェストということで流していきたいんですけれども、こちらが私が出品させていただいた親の部の1匹ですね。これだけ今回は持ってこさせていただいたんですけれども、一席に選んでいただいたという感じですね。でやっぱり尾とかは長いので、今これ4歳なんですよね。で4歳だから結構尾はもうまあ崩れ始めちゃってますけれども、サイズはですねかなり、まあ、大きめになってるかなということで、その辺を評価していただいたんではないかなというふうに思ってるんですけれども、まあすごく嬉しいですね。でまあいつも申し上げてますけれども、自分の魚のことはですね、まあどうとでも言うんですが、他の方の魚のですね評価みたいなことは言いたくないと思ってますので、それは皆さんがですね感じるままに楽しんでいただければいいなというふうに思っております。ちなみにこの魚はですね、まあ一隻の魚と胴バラの兄弟というふうに聞いておりますので、まあいい腹だったっていうことですよね。まあ今回の親の出品の魚はですね、私の実家さんではないんですよね。搭載の時にですねちょっと譲っていただいた魚をですね4歳まで飼育したというような状態ですね。で関東アズマは頭赤、背はアサギ、尾はジャノメっていうのを理想としてますので、まあ、搭載から親にかけてどんどんこう選別して飼育数も減っていくと、まあ、当然皆さんの手元の魚も頭赤ばっかりになってるのかなと思いきやですね、こうやって実際には出品されてみると木頭の魚が複数出品されてですね、で上位に入ってるっていうのも、まあ、これも非常に面白いなというふうに思ってますね。であとは関東アズマっていうのは比較的大型になる金魚だと思いますので、親になるとよりこう関東アズマらしさっていうのも楽しめるかなというふうに思ってます。で正直スペースの関係で、まあ、私は何匹も飼育するっていうことはできないんですけれども、まあ、できるだけ2歳とか親とかっていうのは残して飼っていきたいなというふうに思ってますね。あとまあ関東アズマはもちろん基準が明確にあるんですけれども、卵中みたいに全国で完全に統一されているかっていうとそうではないと思っているので、まあもちろん色を重視する方とか泳ぎ重視する方、型に重きを置く方とか様々いらっしゃると思うんですよね。で再臨会でまあ基準に照らし合わせて審査をすると、この魚たちっていうのはやっぱり関東アズマとして上位入賞だというような事実があると思いますので、まあそういった
た目線でカント東の上位入賞の差かなっていうふうに見ていただくと純粋に面白いのかなと思いますね。で、続いて、2歳ですね。2歳はですね、やっぱり親との違いとしては若々しさみたいなのはやっぱり残ってるかなと思いまして、フォルムシルエットみたいなところはですね、まだ、搭載の流れで、きちっとしてますし、サイズはアップしてるので、迫力、ちょっと動画だとねなかなかそういうところ伝わりにくいかもしれないんですけれども、非常に良さが伝わりますよね。でこれがですね、2歳の2隻は、私の魚ですね。これもですね、この魚は、結構尾はしっかりしていたので、もともと。ただですね、搭載の時はあんまりパッとしなかったんですよね。ちょっと我慢してですね、残してたっていう感じですね。で、頭がついてきて、尾はもともとこう、良かったので、それで雰囲気が出てきたっていうような感じですね。頭も、木頭ではあるんですけど、ちょっとワンポイントね、赤が入ってたので、残してたっていうようなところもありますね。他の方々もですね、やっぱり、私なんか全然尾がふにゃふにゃなので、皆さんやっぱり尾がすごいしっかりされてますし、頭の作り方なんていうのはもう全然学ばなきゃいけないなというふうに改めて思いましてね、やっぱり皆さん素晴らしいなというふうに思っております。で、サイリン界の、特徴といったら変なんですけど、サイリン界としてはですね、サイズが、全てではないというか、サイズが大きくないといけないみたいな流れは、ほぼないと思ってます。なので、サイズが全てではなくて小さい魚も、いいものは評価されるということですね。それはいい加減に飼うとか、しっかり飼っていないとかそういうことはダメで、しっかり飼っているというのが前提で、小引きが遅くても間に合うということですね。ゴールデンウィークとかにとっても全然間に合うというような感じになってます。ちなみにこの魚もですね、私の魚5隻に選んでいただいた2歳のオスだと思うんですけど、魚ですね。この魚も結構気に入っていた感じですね。続いて、搭載ですね。搭載はですね、私がですね5匹持ってきて、でその中にですね、お気に入りが3匹いたんですよ。で、その3匹はですね、全部入らなかったです。上位5隻には入ることができなくて、5匹が上限なんですよね。で、3匹が自分の中でこれは勝負しようというふうに思っていて、で、残りの2匹どうしようかなってもう最後の最後まで迷って、これでいっかっていうふうに連れてきた魚がですね、3隻に入ったということで、これはですね、嬉しいんですけど、もう大反省ですよね。もう、自分の中では、もう正直、羽みたいな、扱いをしていました。餌もですね、お気に入りの方、1群の方ではなくて、もう2群、この魚なんですけどね。この魚は自分の中では、2群扱いをしてずっと育てていたので、もう本当に反省してますね。ごめんなさいっていうことで、今日からですね、ちょっと VIP 待遇で頑張っていただこうかなというふうに思ってるんですけど、やっぱり見る目がまだまだないなというふうに反省してますね。はい。ただ3隻搭載もですね、入って非常に嬉しいです。はい。で、皆さんの魚とですね、やっぱり並べて、自分の魚を見るっていうのはすっすごい貴重な時間だと思っていまして、自分の魚だけ、今言ったように自分の魚だけ見て1群だ2群だとかっていうのを考えていても、やっぱり他の人の魚がどうなんだっていうのがわからないと、自分のレベル感とか、自分の魚のクオリティっていうのは全然わかんないんですよね。なので、他の方の魚と並べてみる、ぶつけてみるみたいな、で、
ほぼ小引きなんて同じタイミングでしてますからね、皆さん。なので、皆さんの頑張りと自分の頑張りがどう違うんだ、どういう風に魚が育っちゃったんだみたいなところは、やっぱり愛好会が、すごく勉強になるし、自分が成長できる場だなというふうに思って、まあ、改めて本当に面白かったですね。はい、ということで、今回はですね、3部門上位5匹のですね、再臨会の品評会結果をご覧いただきました。完全版はですね、再臨会公式 YouTube チャンネルの方からご覧いただければと思います。概要欄にですねリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。では今回はこんな感じで、ではでは。